インドについて教えてください。カンボジアの状況が良くなってきたんですが、インドはまだ被害状況が残っていましたので、2012年からはインドでの活動を開始しています。で、インドは他の地域と比べても被害者が非常に多いというのが特徴的です。大人の女性も含めると、インド国内だけで100万人の被害者がいると言われています。で、さらに一度被害に遭ってしまうと社会復帰が非常に難しいという国で、被害者であるにもかかわらず、自分の意思に反して誘拐されたり騙されたりして売春をさせられたのだとしても、汚い仕事をしていた人間とみなされて、結婚することが難しかったり、それから就職ができなかったり、村の中で生活が非常にしづらい状況になります。で、そういったことからインドでも活動を開始していまして、で、被害に遭った方たちへのサポートというのをまずは行いました。で、こちらがインド全体の地図で、最も被害が起きているのがインド最大の都市ムンバイです。で、ムンバイに来ている被害者の約半数、46%から47%ぐらいが西ベンガル州というバングラディッシュの隣の州から来ています。で、西ベンガルとムンバイでは言語が違いますので、言語が通じない場所にずっとはいられないので、基本的には被害に遭った方たちは西ベンガルに戻ってきます。で、戻ってきた被害者に対する差別が非常に強いので、まず精神回復のためのカウンセリングなどのケアを提供して、で、その後村での生活を取り戻すための公的な支援につなげる活動をしています。で、その中で支援を受けて回復した中で、自分を売った加害者を処罰したいという意思のある方たちに対して裁判支援をしていまして、裁判で証言をし続けて、加害者が処罰されるように証言するためのサポートを行っています。で、支援を受けてきた方たちの中からリーダーになる人たちが出てきています。で、これまでずっと支援を受けて、回復をしてきた人たちが、自分みたいな思いを他の人にさせたくないと、リーダーシップを取る人たちというのが出てきまして、西ベンガルでは158人のリーダーが中心になって、この方たちよりも後に保護された方たちの話を聞いて公的な支援につなげたり、あとは州知事に掛け合って、自分がその被害を受けて戻ってきて、例えばエイズ検査を受ける時なども自費でやっていたので、それを公的な支援で受けられるようにするというようなお願いをして、ロビングをして変えてもらうとか、そういった活動を西ベンガルではやってきました。さっきもね、裁判もそうですけど、やっぱりこうね、ちゃんと戦って言ったりやったりすれば変わるんだっていうね、経験ができて、どんどんね、まさにこの講義で見てるリーダーってね、指導していくね、始まっていくっていうね、素晴らしい循環ですよね。そうですね。で、もう一つ、その仕組みを変える方の支援は、新しい法律を作ることでインドでの仕組みを変えようとしてます。で、インドでは州ごとに自治が非常に強いので、州ごとに法律も違ったりします。で、その中で警察の自治も西ベンガルとムンバイのマハラシュトラ州では違いますので、移動してしまうと被害者の発見と加害者の処罰が非常に難しくなります。なので、インド全体の中で州をまたぐ人身売買の捜査ができるような捜査機関の設置を求めています。で、そのためには新しい法律が元となる法律が必要ですので、新法を作るための働きかけというのもやっていました。すごいですね。これはだからデリーとかでやるわけですね、主にそう全です体ね、で主集にめデリーでやります。で、その中心となっているのが当事者のリーダーたちで、被害に遭って、そこから回復をしてリーダーになってきている人たちが、関心のある国会議員の方たちに働きかけをしまして、で、動いてくださった議員さんたちがメディアに対して共に訴えかけをして、で、法案の成立に向けて動いていきました。で、その結果、インドは下院と上院がありまして、下院通過後上院審議で通過すれば国の法律になるんですが、下院を通過して上院の審議リストに載せるところまで持っていくことが素できまし晴た。で、一度ただ国政選挙に間に合わずに廃案になったんですが、今一度検討していただけるように動いています。一つの州が1億人とか2億人いるわけですよ、人口から。要するに日本がすっぽり入るぐらいね。そうですよね。そのムンバイが経済都市で、そこでね、売春が多いっていうので、貧しいその西ベンガルと、で、それ全体またぐデリーに行ってね、っていうね、もうスケールがかなり大そうきい。です日ね。本のがね、スポッと10個ぐらい入る世界での話ですからね。素晴らしいと思いますね。